はい、気温が非常に下がってきておりまして、今も少し雪が降ってきました。奥に見えてますのが倒壊したビルです。さらに進みますと焼けてしまった朝市などがあるという場所です。ここはとても大きな通りなんですが、そこを歩いていましてもこうして、見える限りですが、家のほとんどがもう潰れてしまっているんですね。でも全体の家が潰れてますんで、街全体としてこう高さが低くなっている、そんなことを感じます。で、今まで被災地いろいろ見てきましたけれども、1ヶ月経ってなおこれだけ家の撤去、瓦礫の撤去が進んでいないというのは見たことがありません。それだけやはり被害が大きい、範囲が大きかったということが言えると思います。大体ですね、住民の皆さんも片付け作業をこの時期やっているんですが、今日見ていましても片付け作業をしている方はもういませんでした。こういう状態ですから、もう来てもですね、やはりその片付けとかそういうことを言える状況ではないということなんですね。1ヶ月経ってですね、本当に時が止まってしまっている、そんな感覚を覚えます。坂本キャスターの中継からも、1ヶ月経っても時が止まっている、改めて被害が甚大だったことを感じます。この被災地、能登に残るのか、それとも避難をするのか、苦渋の選択をせざるを得ない被災者の今を取材しました。元日に能登半島を襲った最大震度7の地震、240人が死亡しました。1ヶ月が経った今も15人の安否が分からず、今日も捜索活動が続けられました。家屋の被害は分かっているだけで4万7000軒を超え、石川県内では4万戸余りで断水の状態が続き、1万5000人近くが避難生活を送っています。ブリとかを叩いていた包丁が見つかったんで、それは磨き直せば何か使えるかなみたいな。千年続く輪島朝市をここで止めるわけにいかないので、現実に起こっているとはあまり思えないような瞬間もたくさんありましたけど、協力し合ってなんとか乗り越えてきたのかな。甚大な被害をもたらした地震から1ヶ月、被災者の生活は改善しているのでしょうか。震度6強の揺れが襲い、その30分後には津波が押し寄せた珠洲市。地震から3日後、避難所のタコ島小学校は電気も通らず、物資も届いていませんでした。これはみんな地元で集めた物資です。食料もすべてみんな持ち寄って。おにぎり1個、1日2食みたいな。朝昼兼用一軒、夜兼用、物足りない、水がない。あれから一月経つのを前に、再びタコ島小学校を訪れてみると、そんな支援で充実してきましたね、当初は冷たい床に布団を敷いて寝ていましたが、今は段ボールの間仕切りとベッドが並び、水を循環させるシャワーも使えるようになりました。
当初と比べたら よくなりましたか。最高です。そうやね、おいしいもんも当たるし。今では小学生の授業も始まり、ピークには800人いた避難者は100人ほどに減りましたが、目立つのは高齢者の姿です。こんだけ年やからね、一人ねダーンとしたあのホテル行っても思い出すのはこれだけやがいね、地震のことしか。そして半年ほどに認知症になってしまったら何にもならんがね。で、まあ、気の毒やけどお世話になろうかなと思って頑張っています。ね、私らここに生まれてここに育ったもんで、カナダは行ってちょっと住む気にならないんで、田舎に育ったら都会なじまんかなと思って。自治体は環境が整った場所への二次避難を呼びかけていますが、高齢者にとっては心理的なハードルが高いのが実情です。そんな避難者に声をかけるのが、自らも被災しながらスタッフとして避難所に残り支え続ける室谷美恵子さん。室谷さんはアパートを借りることができましたが、愛着のある地元を去ることへの迷い、避難所の高齢者を支える人がいなくなるという不安から珠洲市を離れることができないでいます。やっぱりこうここから行くっていうのもなんか後ろ髪引かれる。でやっぱりこう久しくなって姿が全くなくなるとちょっと寂しいかな。一方で被災地を離れる決意をした人もいます。これはうちの船の大量型、これ飾り棚を全部押してしまって。珠洲市の海岸沿いで釣り船を運航していた桜屋敷忠さん。自宅は今も断水が続き住める状態ではありません。そのため妻の愛子さんとともに今月9日から京都府が被災者用に用意した住宅に避難しています。ありがたいです、こんな風にくつろげる時間があるっていうの。こんな場所あっても保管にも揺れたりするんやからね。先月29日、忠さんの姿は珠洲市にありました。妹夫婦を京都へ避難させるためです。下水道だから生活用水も流すなって言うんですよ。それでも耐えられんしね。妹夫婦の自宅は比較的被害が少なかったものの、断水が続いていました。避難しようって決めてみたら何やったんですか。いや、絶えず話し相手がおるってことはものすごく力強いし、ただし条件付きでね、ここの下水道が治ったら即帰るという条件付きで。そして京都へ戻る前に、忠さんは大好きだった珠洲の海の様子を見に行きました。あれうちの船やね。この白いとこタイヤのとこ、はいはい、あそこまで水があったのと。地盤が大きく隆起したことで姿を変えてしまった海。今後また船で海へ出て釣りができるようになるか全く分かりません。よう働いてくれる船やった。1月になったらブリ釣りしよう思てな、まで待ってたらね、これになるとはな。ああ、どうしたらええもんやろな。もう
笑うとなんでしゃあないよ。先への不安も大きい中、忠さんは昨日妹夫婦と一緒に京都へ出発しました。しばしのお別れです。なんか遠足みたいな。人が少しずつ離れていく被災地。1ヶ月前には思いもよらなかった現実がそこにあります。ここでもう一度現地と中継を結びます。初めて完成した仮設住宅の前から坂本さん、お願いします。はい、少し移動してきまして仮設住宅の前にいます。石川県内で初めてできた仮設住宅なんですね。ここに扉がありまして、中に入りましたらトイレ、お風呂などもついています。そして寒さ対策で窓ガラスが三重になっているということです。家賃が無料、最長2年間住むことができて、あさってから入居が始まるということです。ただですね、ここ今18戸しかなくて、現在完成しているのはここのみなんですね。ただ輪島市内で希望されている方がそれだけで4000件ほどあるということですから、まだまだ数が足りない状況です。ですから今回は抽選になるということなんですね。でほとんどの方が外れてしまう状況なんですが、ここ県や市の行政の中でもですね、意見が割れているそうで、もっと多く、例えば何百個というものを立ててから、抽選で外れる方が少なくなってから募集するべきじゃないかという声もあればですね、反対に18個しかできていなくても外れる方が多くても、どんどんそういうことをやっていくことによって復興復旧に向けて進んでいますよというイメージを持ってもらいたいと、そういった声もあって、で今回は後者が選ばれたようで、ですからもう外れてしまう方が多いんですが、ひとまず抽選があって入居がもう少しで始まると、そんな状況です。で用地の確保は進んでいて、この先どんどん建ってはいくんですけれども、やはりそれでも潤沢にスペースがあるわけではないですから、例えばここはもう海のすぐそばなんですね。ですから地震がまたあったら津波の恐れというのももちろんあります。で浸水をしてしまっても大丈夫のように、少しだけこうしてね、かさ上げはしてあるんですが、ただ住民の皆さんおっしゃるのは、こういったリスクのある場所でも、例えば避難所などに比べたらプライバシーはもちろんありますし、こういった場所ができるのは非常にありがたいですという話をされていらっしゃいます。この輪島市内はですね、ここに留まりたいけれども家がないという方が非常に多いので、そういった方にとっては希望のあるですね、仮設住宅建設が進んで、そして入居が始まるというニュースになります。坂本さん、ありがとうございます。さまざまな決断を強いられる中で、それぞれ選択をして少しずつ生活が前に進む方もいる中で、そうでない方もいらっしゃいます。輪島市で倒壊したビルの下敷きになり、妻と娘を亡くした男性、地震から1ヶ月が経った今日も家族の思い出の品を探し続けています。輪島市河合町、楠木健二さんは今日も一人で妻と娘の遺品を探しています。テーブルじゃないの？家族全員夜そこの前で撮ったんだ。パパとママにとくれたんだよ。楠木さんは朝市通りからほど近いこの場所で居酒屋輪島んまを夫婦で営んできました。店舗を兼ねた自宅の3階で家族5人で過ごしていたところ、隣接する7階建てのビルが倒壊し巻き込まれました。ずっと出し上げられてないんで、昨日からお願い、日本が埋まってるの。今ビルの倒壊によって下敷きとなった女性の体が外に出されたものとみられます。妻のゆかりさんと長女で19歳のジュラさんが亡くなりました。
楠木さんは避難先の神奈川から輪島に通い、家族の思い出の詰まった形見を探し続けています。これが亡くなった娘が記念にプレゼントしたやつ、去年だっけ。じゃあこれ亡くなった娘が女房と俺に白と黒のやつもらった。ディズニーランド行ってきた時に買ってきてくれた。二人も亡くなってるから、その本人のものたちが見つかるとやっぱりちょっと悲しくなるよね。やっぱりずっと探しているのが、妻がプレゼントしてくれた腕時計と思い出の写真が残る携帯電話だといいます。中身を探してんだけどさ、これのやっぱりないんだよね。なんか楠木さんを心配して店を愛していた人たちが相次いで訪れています。もう悲しいだけで、すごい明るくて綺麗な奥様で、でご主人がこの魚どうしようかな、買おうかなって言ってると、奥様が隣でいいじゃんいいじゃん、買っちゃいなよ買っちゃいなよって言ってね、すごく威勢のいい奥さんでした。挟まってた場所、ここにいたんだよって教えてくれて、チューリップがあったんですけど、本当にあゆかりちゃんらしい花だなと思って話してましたね。そして今日午前、妻の携帯電話が見つかりました。妻の携帯と俺の携帯と、あと妻のメガネ。まあ、でも今日は携帯見つかったから良かったかな。発災から何日経ったとか、そんなのはどうでもいいんですよ。別に1ヶ月経とか2ヶ月経とか、いや2ヶ月経って亡くなった2人が帰ってくるならいつでも待つけど、何も変わらないから。道路がちょっと良くなっただけで何も変わってない。多分ずっと何も変わんない。俺はだって戻ってこないじゃない。ちょっと辛いね。稲山さん、携帯電話の中には思い出の写真もたくさん残っていたということです。見つかったのは何よりでしたね。そうですね、あの思い出がね、人を強くさせてくれることもあると思うんです。ただやっぱりあまりにもちょっと辛いですよね。あの倒壊したビルは私たち本当ニュースで何度も見ていたんですけれども、そこにこんなあの人の悲しみがあってっていうことを、私たちはその今1ヶ月経ったんですけれども、この先も忘れてはいけないし風化させてはいけないなとも思いました。菊池さん、いかがでしょうか。いや、お気の毒でね、本当にね、ちょっと他人、あの前に言いましたけど、私すずに何回も言ってるんですけどね、他人事とは思えないですね。本当にあのもっとあの遺品が見つかってくれるといいんですけどね。ただあのビルの下なんでね、本当にあの気をつけて、はい、あの探していただきたいと思います。はい、関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。